顔出してますね。これちょっと撮っていきたいと思います。すごい群生してますね。撮り放題じゃないですか。いや、これ袴取り機っていうのがあったら買いますね。地道な作業ですね。ちょっとここで潰して、ここで潰して、こう横にポローンとやるとペロッと抜けますけど、そうは言ってもね、結構めんどくさいですね。ちょっといっぱい取りついたかな、これ。こんにちは。今日はね、つくしをね、取ってきました。運よくね、群生してるところ見つけちゃって、すごいいっぱい生えてましたね。で、こっちがおひたし、おひたしっていうかもう、アク抜きしたやつをそのまま、鰹節と醤油かけただけです。
で、こっちは卵とじにしてみました。じゃあ食べてみましょうか。まあ自分で取ってきたんでね、喜びもひとしおですね。多分こっちがもうつくしそのものの味だと思うんですけど、こんな感じですよね。いただきます。うん、おいしいの。何回かね、水取り替えて浸してたんで、どんくらい半日ぐらい浸してたんで、全然僕的にはもうちょっと苦みやった方がいいんですけど、すんごいあっさり食べれますね。で、食感がいいですね。おいしかったね。おいしいっすよ。卵とですね。いただきます。うん、こっちはね、もう卵と閉じてあるし、醤油、酒、みりんで味付けてるんで、おかずに最高。うまっ。お上品な味になってますね。さっぱり、あっさりしてるっていうか。ちょっとね、ご飯がもうこんだけしかないんですけど、うまいことペース配分しながら食べます。いただきます。なんかすごい苦いかなと思ったんですけど、全然ですね。おひたしいけますね。おいしい。ちょっと塊になっちゃったな。うん、いいっすね。ちょっとつくし見つけるの大変だったんですけど、田んぼなぜ道なんか歩いて見てて、で、一箇所見つけるとそこに群生してるんで、そのつくしスポットみたいなのを見つけられればそこだけでも取れちゃうんで、それを見つければもうあと楽勝ですね。卵とじはもうこの量で、あともう一回分ぐらいありますね。でもご飯がないんで、まああとはおつまみですかね。おひたしはさっぱり食べれて、卵とじはおかずのご飯のおかずに合うっていう、そんな感じですね。僕は慎重に半日ぐらい置いて、で、2回ぐらい水変えたんですけど、そこまで慎重にならなくてもいいかもしれないですね。めちゃめちゃ全然えぐみもなくてさっぱり食べれます。うん、でもつくしほどこんな見分けがつくね、分かりやすい野草ってないですよね。他の野草とか取ったことないし、そういうのもね、本当は勉強したいなと思うんですけどね。意外におひたしが美味しい。前ね、つくしの卵とじ作った時にキャベツが余ってたんで、キャベツ入れたらほとんどキャベツみたいな感じになっちゃって、ほんとつくし本来の味を楽しめなかったんで、今回もね、つくしのみで、つくしと卵だけでね。でもなんかもっとね、苦味あると思ったんですけど、思ったより全然さっぱり食べれて、そんなに主張してこないんで、うん、美味しい。ちょっとね、やっぱり田んぼなぜ道とかで撮るとやっぱね、犬の散歩コースとかになってるんで、やっぱね、よく洗わないとね、危ないですよ。もうよく洗いました。もう一回沸騰させてるしね、湯がいてるし、これいいっすよ。
美味しいっす。ほんのりちょっとだけふわっとほろ苦さみたいなのがあるんで、それがまた後引きますね。いい感じに美味しい。ペロリですね。美味しいな。めっちゃ美味しかったです。ごちそうさまです。